ハーバート男爵は、イギリスの貴族、男爵、イングランド貴族爵位。帝審ウィリアム・ハーバートが1461年に、議会召集を受けたことに始まり、暴風と公爵化を経て、現在は、サイフリードイコール・ハーバート家が保持する。18代男爵ヘンリー・サマセット。彼の死後、2002年まで、爵位停止となった。その子想、ウィリアム・ハーバートは、 父、ウィリアム・アップ・トマスと共に、リチャード・プランタジネットを支持して、バラ戦争においてはヨーク派に属した定身である。彼は1461年7月26日に、イングランド貴族のハーバード男爵として、貴族院により、議会召集を受けた。ウィリアムは1468年に、ペンブルック伯爵へと議会を進めている。その子である二大伯ウィリアムは、国王エドワード4世によって、 ウェールズのペンブルック伯瞭放棄と引き換えに、ハンティンドン伯爵を授けられたが、男子がおらずこの伯爵院は廃絶した。他方、女系継承を許す男爵位は、彼の娘エリザベスに継承された。三代女、男爵エリザベスは後に、ウスター伯爵家を起こすチャールズ・サマセットと結婚したため、爵位はサマセット系へと流出することとなった。同期はやがて、 暴法と公爵に上されるとともに、男爵位も15代にわたって継承され続けた。しかし、18代男爵にあたる、第10代暴法と公爵が、このないまま死去すると、男爵位は、彼の長いートブランシェの子孫間で優劣がつかず、爵位は停止した。その後、親族のデイビッド・サイフリードが2002年1月10日に、ハーバート男爵を継承することが認められて、 停止解除となった。彼は同年にハーバートの生命と紋章の使用を認める直許を得て、加盟をサイフリードイコールハーバートとしている。2020年現在、その彼が当代の男爵である。爵位の法廷推定相続人は、現当主の息子であるオスカー・ジェームズ・サイフリード・ハーバート閣下。チャールズは、妻の権利によってラグラン、チェックストーおよび、 ゴアのハーバート男爵を得て、その後は男爵異助爵に基づいて、議会招集も受けたとされる。しかしながら、その助爵にかかる直居状は見つかっていない。デイビッド・サイフリードは10代後の長いモートブランシェの次女の長男にあたる。ありがとうございます。